皆さんこんにちは。編集担当のあすむです。集まる動物の森のアップデートが配信されてから2日が経ちました。皆さんはもう新たに追加された要素は体験されましたか？ということで今回のゲームニュースは、集まれ動物の森喫茶ハトの巣で聞けるこぼれ話が深い。ついに語られるあの人気キャラの転職事情。記事はオートマトンより引用しています。先日11月4日より無料大型アップデートバージョン 2.0 が配信された集まれ動物の森。今回のアップデートでは、かつてイノボートで向かう新たな離れ島ツアーや料理要素を筆頭にバリエーション豊かなコンテンツが多数追加されている。その中の一つが新施設となる喫茶ハトの巣のオープン。本作の喫茶店ではコーヒーを飲みに訪れるさまざまな動物たちのこぼれ話が聞けるようだ。来店客の中にはこれまで本作で出会えなかった懐かしい動物たちの姿も。思わぬ動物からの思わぬこぼれ話にファンの注目が集まっている。なお本項にはハトの巣に関するネタバレが含まれているので注意。今回のアップデートで追加された喫茶ハトの巣は動物の森シリーズファンにとってはおなじみの店舗だ。任天堂 DS 向けのおいでよ動物の森で初登場した寡黙なハトのマスターが営む喫茶店である。有志の情報によると、本作におけるハトの巣の建設条件は3つのようだ。条件の1つが島評価を3に上げてトタケケを島に呼んでいること。もう1つが博物館2階の美術品エリアを増築していること。そして博物館に海の幸を1個以上寄贈していることが条件となる。3つの条件を満たした状態で島民代表が博物館の風太に話しかけるとマスター探しの依頼が発生。その後スムーズに依頼を進めることで博物館改築に至り、依頼発生から最短2日後にハトの巣がオープンする。晴れて博物館内にオープンした喫茶店ではマスターがコーヒーを提供してくれる。熱々のコーヒーの評判は上々のようで、毎日さまざまな動物たちがランダムに来店する。落ち着いた店内の雰囲気も相まって島内随一の憩いの場としてにぎわいを見せているようだ。そんな憩いの場に訪れる来客の顔ぶれは、島に勧誘した住民だけではない。島の店舗や行商を担う面々も足を運んでいるようだ。例えば絹ちゃんならぬ仕立て屋を営む絹代は、朝方にハトの巣へコーヒーを飲みに来ている様子。コーヒーを味わう絹代からは、喫茶店ができて間もない頃、姉の麻美と琴の3人でコーヒーを飲みに来たエピソードを聞くことができる。琴乃がファッション修行の旅に出かけるようになってからは3人揃うことがあまりなかったため、久しぶりのおしゃべりが楽しかったとも語っている。また株売りの少女売りからは、頭の株を乗せるのは実は大変だという裏話を聞くことができる。バランス感覚がないとすぐに落っこちてしまうそうだ。ちなみに幼げな少女の売りはまだコーヒーが飲めないらしく、マスターをモチーフにしたお菓子のハトサブレを食べに来ているようだ。こうしたこぼれ話の中でも、現在最も多くのファンにインパクトを与えたであろうものがリセットさんの転職事情である。そう、なんとハトの巣にはシリーズを通して根強い人気を誇るキャラクターリセットさんが来店するのだ。リセットさんはかつてリセット監視センターに勤めていたモグラのおっさんである。過去作でゲームをリセットした多くのプレイヤーが関西弁じみた口調にちょっぴり人情を交えたどぎついお説教を浴びせられたことだろう。これまで公式に明かされたリセットさんの近況としては、本作のオートセーブ対応とともに職を失ったとされていた。時代の流れに伴ってリストラされたのだ。故に本作内の登場は季節限定アイテムであるグラウンドホッグの模型のモデルとしてのみに止められており、公の場にリセットさんが登場することはなかったわけだ。しかしながら、本作内スマホアプリ緊急脱出サービスを利用した際に登場するオペレーターのやたら抑揚のある話し方やふぬけた BGM、 癖の強い関西弁はまさしくリセットさんそのもの。公式に明言されていないものの、リセットさんは緊急脱出サービスのオペレーターに再就職したという認識がこれまでファンの間で共有されてきた。そんな世知辛い事情を持つリセットさん本人が今回追加された憩いの場に晴れて登場。ほろ苦いコーヒーを飲むリセットさんの口から、緊急脱出サービスの方は今は兄貴に任せてきてるんやと語られている。つまりは今回の鳩の巣追加にて、リセットさんは兄であるラケットさんと共に緊急脱出サービスのオペレーターとして働いていることが公式に明言されたわけだ。本作発売から約1年半、ファンのささやかな疑問に終止符が打たれる結果となった。なお、リセットさんからは、今は裏方の仕事がメインになってわーわー言うこともなくなったわ、その分人と会う機会も少なかったけどな、と転職先で働くちょっぴり切ない現在の心境も語られている。加えて、近頃はリセットボタンを見かけなくなったが、今の世の中にこそリセットボタンが必要ではないか、失敗してもやり直せる、そんな世の中であってほしい、人生にリセットボタンがあってもええやろ、という旨の前職の勤務経験にもあやかった鳩の巣のコーヒーに劣らない熱いメッセージを投げかけている。ちなみに鳩の巣にはラケットさんも来店。弟のリセットさんと交代で休憩しに来ているようで、仕事場でテイクアウトしたコーヒーを兄弟で飲むこともあるそうだ。いつも弟と仕事終わりのコーヒーがうまいと思えるような仕事の仕方をせなあかんなって言うてますねん、とも語っており、兄弟2人で新たな職場の仕事内容に真摯に向き合っていることがうかがえる。このようにそこでしか聞くことのできないさまざまなこぼれ話が楽しめる喫茶鳩の巣。リセットさんを含む鳩の巣に来店する動物たちは、日付や時間帯によってランダムに選択されるようだ。特定の動物に会ってみたい場合は、毎日欠かさず喫茶店に足を運ぶといいだろう。なお、店内にはアミーボ取り次ぎセンターも用意されており、アミーボを読み込むことで好きな対象キャラクターを呼び出すことも可能だ。呼び出せるキャラの中には、ケントやおまわりさん、駅員さんといった懐かしい面々も。今回紹介した以外にも、鳩の巣にはまだまだ興味深いエピソードが隠されていることだろう。ぜひコーヒーを片手にさまざまな動物たちとの思い出話に浸ってもらいたい。以上が記事の内容でした。喫茶鳩の巣がオープン早々大盛況のようですね。何やらアミーボカードで過去の住人を呼んで会話すると、自分のことを覚えてくれいるらしいです。さすが任天堂はサプライズがうまいですね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。